秩父山地は関東地方と中部地方にまたがる山地である。群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、長野県、山梨県の1と5県に広がる。秩父山系、秩父連山とも呼ばれる。最高峰は北奥線上だけで、標高は2601メートルである。関東山地の内相が右側北の部分を指し、概ね、東は関東平野西端。 南は、相模川、桂川から、笹子峠、甲府盆地北端、西は JR 小海線、北は、薄い峠を境界とする。秩父山地の中心であり、奥秩父山地、奥秩父山海とも呼ばれる。このうち、126,259ヘクタールが、秩父玉街国立公園に指定されている。奥秩父山海も参照。山中地交代。 秩父盆地の北側にある山地で埼玉県と群馬県に広がる。北端をかぶら川、中部をかんな川、南端を赤平川が流れる。上部山地の北から東にかけて中央構造線が走っており、下仁田町などで見ることができる。秩父盆地の東側にある山地で埼玉県に属する。主に JR 八高線の西側の山に小川盆地を取り巻く山を含める。 半納市、日高市、諸山町、小瀬町、時川町、嵐山町の西側、小川町、東秩父村の盆地部を除く全域、より町の南側、秩父市、南野町、長泥町の東側が該当する。東端で関東平野に接し、北西端を荒川、南西端を入間川が流れる。JR 横浜線の西側、 国道413号の北側にある山域で、東京都と神奈川県の県境に連なる。玉川水系と相模川水系の境。高尾山とその周辺は、明治の森高尾国定公園に指定されている。荒船山、苗木山を中心とした山域で、群馬県と長野県に広がる。約600万年前まで活動していた古い火山地帯である。 妙義荒船作高原国定公園に指定されている。自然地域の名称審判日本国政地図。国土地理院ナショナルアトラス閲覧サービスで公開。土地分類図関東、中部地方では、妙義山、荒船山周辺を、浅間、岩杉下,下山地に含めており、秩父山地からは除いている。秩父玉街国立公園公園紹介、環境省秩父玉街国立公園区域図。 環境省中央構造線の活動下仁田ジオパーク旅重なる火山活動元軸陥没と苗木火山下仁田ジオパークありがとうございます。